前の前作の特徴だったあのハングとかこの辺は全部継承するんですけど、もうちょっとそれは使えるようにして、あと、まあ、流行り物っていうわけではないんですけど、壁みたいなものがありましてですね、でそれもただぶつかるだけじゃなくて、その壁がまあどうにかなるって、これはちょっとまだ言えないんですけど、人気の形がそのだいたい真四角だったのが今までの真四角のものが多いんですけど、ちょっと変な感じ、歪んだこうあの規則な形とかそういう変な形でもできるという感じで、ゼロワンに比べて壊れて気持ちいい度が増したというか、パンと、ああそうです、春頃にもう出してたんです、その外装がボーンと吹っ飛んで中なんでっていうのは今まであるということで、ゼロワンから比べれば圧倒的に早くなったというか、全体的に3倍ぐらい早いですよね。ちょっともはやすごい早い感じで気持ちいい。今回60分の1ということもいろいろ苦しいところが多いんですけども、まあ前にあの1で不評だったところは全部もう直す感じ、気持ちよくできると、素早いと、前作にいた体は、まあ若干形状が変わってそのまま出るんですけども、それにプラス2体ましてですね、片っぽがそのワンの時にタウっていう変なやつがいたんですけど、ね、この足あれをもうちょっとこうなんていうんだろうその異常度合いを加速させたような強烈なやつが、名前がキャンサーって言って、まあカニなんですけどカニっていうか横ばいするわけじゃないんですけど、そんなような感じの大きなやつで、もう一人ジョーピクセルっていう、女の、背の少し低いかもしれないキャラがいる、あのまあ別にああいうなんていうかロボットみたいなもんですから、女系がうんぬっていうわけでもないんです、まああんまりにもその他のがきついんで、1個ぐらいそういう小柄なのがいてもいいんじゃないかという、それがまあ2体増えてますね。でまあその前回いたようなボスはそのままは出てきませんし、まああの隠しでいた猫とかあの辺はまあやるつもりですけども、まあ、詳しいことはまだ未定ですね。操作系は変わらないです、基本的な。ただあのまあ心配されているレスポンスはですね、大幅に向上してますんでそれは大丈夫と。効果音がやっぱ気持ちよくないと、はまあ、あの感じで前の弾いた方が弾いてらっしゃったら別に心配はないんじゃないかというぐらい一番曲が先行してるのか、そうですね、いい感じだったんですね。60フレームになるとその、モデリングとかそのステージのデザインとかもそのプログラマーみたいにその速いモデルというか速度が速いモデルとかそのテクスチャーの貼り方とかを要求されるので、非常にやっぱ1から比べるとその辺は苦労していると思うんですね。もう大体何作るでもまずそのスピードを落とさないようにっていうのが第一で言ってますから、その辺ですか。あの形がやっぱりその60っていうことでですね、前その前作から比べるとこういろいろ肉がそぎ落ちたような感じはあるんですけども、それよりもその動いてんの見てからあのいろいろ言ってくださいと動いてんのが全てですから、まあやっぱ1から比べると相当その1の時にやり残したっていうとあれですけど、そのプログラム的に非常にその不評だったりとか、全て直して気持ちいいです。あとは期待される過剰サービスとか、そうですね、その辺にもちゃんと答えたい予定ですね。できるだけ盛りだくさんにしますと。